さて、前回ようやく東北地方を制覇し、茨城県に突入。今回から本格的に関東地方を回り始めます。前回まで京都に行ってた気がするんですが。はは、何のことやら。今日は宇都宮が目的地です。餃子の街。にしても今日は暑いですね。まだ5月なのに30度超えてます。これは異常気象です。毎年異常気象って聞いてるので、異常が平常のような気がしている今日この頃。今日最初の観光地は笠間稲荷神社です。稲荷神社だ。なぜだと新鮮味がない。笠間稲荷神社は日本三大稲荷神社の一つで651年に創建されました。他の稲荷神社って何ですか？京都の伏見稲荷大社、佐賀の祐徳稲荷神社、岡山の西条稲荷ですね。それだと4つあるんですが、実はどこが三大稲荷神社なのか正式には決まっていません。全部まとめて稲荷四天王とかで良い気がします。ここで横浜から観光に来ていたご家族と出会いました。これまでの旅や北海道のことを話しながらしばらく過ごしていました。茨城メロンソフトです。みずみずしくて爽やかなシャリシャリ感、シャーベットのような感覚でした。では出発しましょう。今日は衣替えをします。そういえばまだ夏服じゃありませんでしたね。新しく買うんですか？ふっふっふ、そんなもったいないことはしません。実は旅立つ前にあらかじめ実家で夏服を梱包しておきました。この豪邸はどこですか？そして親に夏服をこれから通るルートの郵便局まで送るよう頼み、そこで荷物を受け取り、今持っている服と夏服を入れ替え、それを送り返す、というわけです。考えましたね。郵便局止め便利ですね。そうして10軒目の栃木県に入り、真岡駅まで来ました。おう、SL が。真岡駅の隣に SL96 館がありまして、大正時代に走っていた代表的な SL9600 系をはじめとした様々な車両が展示されています。家族で来ている人たちが多いですね。入場無料なのも嬉しいです。ちなみに土日祝日は96号が自走するところを見ることができます。自走運行は1日3回です。ちょうどいい時間に来ましたね。実際に動いている列車はいいですね。この前を自転車で走ったらブーイングされるんでしょうかね。江ノ電の人かな。よく見たら後ろの96巻も SL の形してるんですね。手が細かい。実際に車両に乗ることもできます。乗りたかったのですが子供が多かったので遠慮しました。でも最近は女の子の鉄道ファンも多いのが意外です。そうですか。日曜朝8時半のアニメ見ている男の人もいるくらいですからね。さてそろそろ行きますよ。無視しないでくださいよ。郵便局で夏服ゲット。夏服と一緒に六花亭のお菓子も入ってますね。もらいっぱなしは悪いんで冬服と一緒にお土産のお菓子も入れておきましょう。こうしてこの後は餃子を食べに行き本日は終了です。ちなみに今日までにこれだけ日焼けしてました。かなり焼けましたね。数ヶ月後これとは比べ物にならないくらい焼けます。今日はまず電車で日光を観光します。日光駅から東照宮方面へ歩いていきます。夏服にしたからか体がとても軽いです。水戸東照宮に引き続き徳川家康が祀られているのが日光東照宮です。家康の遺言により今は遺体がこの地にあるとされています。と言ってもこの広い場所のどこにあるのか後でそこにも行ってみましょう。これは有名な見ざる言わざる聞かざるですね。悪いことは見ない聞かない言わないのがいいということの例えのさんざるですね。実は似たような意味のことわざは世界中にあり、日本には中国経由でこの言葉が伝わってきたという説があります。日本発祥じゃなかったんですね。さすが家康の墓所だけあってどの建物も豪華絢爛です。ちなみにこれが最重要部の御本社です。奥にお墓へと続く道があります。これが家康のお墓です。さっきまでの豪華な造りに反してこっちは落ち着いていますね。ここに家康が眠っていることを意識した造りなのでしょうかね。さてこの後は二荒山神社輪王寺を回り、バスに乗って奥日光へ行きました。
ランチは湯葉カレー、その後華厳の滝へ向かいます。今日も暑いので風で流れてくる水しぶきが最高に気持ちいいですね。水の流れを見るだけで癒されます。97メートルの落差気持ちよすぎだろ。滝もすごいですけど、周囲の岩の削られ方もすごいですね。マインクラフトみたいだ。滝だけではなく、中禅寺湖と南海山も奥日光のおすすめスポットです。今日みたいな暑い日にはもってこいです。そして電車で宇都宮まで戻り、今日は栃木市まで行ってしまいます。最初はさらに奥の佐野市まで行くつもりでしたが、午後4時過ぎても30度あったので無理をするのをやめた次第です。勇気ある撤退。それだと7月や8月はどうするんですか？その時考えます。それで大丈夫なんですか？なんとかなるなるなる。今日の快活クラブに到着です。観光メインなので距離は少なめです。今日は前橋まで走ります。もう群馬県ですか？関東はトントン拍子で進んでいきます。今日最初の観光地は足利織姫神社です。足利市は古くから織物の町として栄えており、足利織姫神社はそんな町を見守るように建てられています。これは良い景色。ここに祀られている神様、天の御穂の御事と天の八千姫は、かつて天照大御神に織物を献上したと言われています。また織物は縦糸と横糸の2種類が合わさって作られることから、縁結びのご利益もあると言われています。縦の糸はあなた、横の糸は私。そしてこちらが足利織姫神社の目玉、七色の鳥居です。いっぱいある。赤だけじゃない。これらは縁結びの鳥居とも呼ばれています。これも恋愛のご利益ですか？いえ、ここで言う縁は様々な良い事柄とのご縁という意味です。色ごとに決まってるんですね。まあ全部くぐれば問題ないですね。これからの旅もご縁があるといいですね。笠間稲荷神社よりも稲荷神社してる気がします。キリタン、それを言っちゃおしまいよ。渡良瀬川沿いを進んでいきます。ではここで帰ってきたコメント返しコーナー、パート5以来ですね。正直忘れてた。正直だ。普段の空気の継ぎ足しはどうしてるの？とのコメントです。ちょくちょく自転車屋に寄り、そこで補充してました。チェーンのオイルチェックもそこでしています。無料だったりちょっとだけお金かかったり、いろいろですよね。それでもしっかりした空気入れやメンテ道具を持ってきてないので、自転車屋に頼る以外ないです。あとパート7の38日目に携帯ポンプで空気入れの練習をした際に、なぜチューブがダメになったのかとの質問もありました。ポンプをバルブになんとかはめようとした結果、バルブがひん曲がり、バルブとつながっているチューブごとダメになったということです。嫌な事件だったね。空気入れが1本まだ見つかってないんだろ？それマジで嫌な事件だったやつ。ここで11軒目群馬県に入ります。お次はパート8でトマトソフトを食べた際の、それうまかったですか？とのコメントです。あ、うまかったですよ。私の動画のスタイルとして、まずいと思ったものは動画に上げないようにしています。そもそもそれがまずいのか、そういう味なのかの区別ができないので、レビューしきる自信がないのです。まあ今までの動画を見てても大した食レポできていませんしね。あと大抵のものなら何でも美味しいと感じてしまうんですね。いわゆるバカ舌ってやつですね。なので動画に載せた食べ物は基本全部おすすめです。まあレビューできないなら無理してしなくても良いと思いますよ。そういえばゆかりさん、前回バニラソフトが名物なのは北海道くらいだと言ってましたが、牧場で食べれますよとのコメントがちらほら。言われれば確かにそうだなと思い反省しています。申し訳ありません。まあ間違いは誰にでもあることですよ。私の後に続いて、はあ、データベースが真っ白に。千葉吉兆はもうやりましたから、どうしましょうか。自転車屋でデータベースに油さしましょうか。っていうかお前あんま調子乗んなよ。誰の代わりに喋ってると思ってんだ。申し訳ございませんでした。さてこの後はゼノジネラ流会員へ立ち寄ったり、徳川家康の祖父松平清康が建立したお寺です。落ち着いた庭が印象的です。前橋公園もブラブラし、快活クラブへイン。2階の地群馬を開拓したぜ。今日の午前は雨がパラついているということもあり、電車で観光します。この子かわいい。上州富岡駅より歩いて世界遺産の富岡製糸場に来ました。教科書で見たことある。富岡製糸場は元祖ホワイト企業であり、元祖ブラック企業でもあります。どういうことなの？そもそもここはフランスの技術を導入して作られた当時最先端の製糸工場で、工女と呼ばれる多くの女性が働いていました。
当初は労働時間は8時間以内、週休あり、宿舎付き、食事代と医療費無料、年末年始と夏休みありと現代の労働環境にも劣らぬほどでした。食事代と医療費無料はすごい。当初はお察しの通り、経営が民間に委託されてからは労働時間が1日10から12時間、休みも月2日とどんどん悪化していきました。うわぁ、利益の追求に走ってしまったか。さて、再び電車に乗り出発です。今日は埼玉県に入り寄居町まで行きます。ただその後電車で秩父まで行き、そこで一泊です。今回鉄道使いすぎじゃないですか。パート1で説明した通りのレギュレーションです。何も問題ありません。確かにそうなんですけど、あの花の聖地巡礼したくないですか。したいです。ならば秩父へ行こう。ところで、なんでさっきから体が縮んでるんですか。何か変なものでも食べました。スーパーで買ったこのパンしか食べてません。こんな商品があるんですね。これが組織が進めているプロジェクトの正体だったんだよ。なんやテクドー。12軒目の埼玉県へ。そして寄居駅から鉄道で秩父まで来ました。体が元に戻った。あ、さっきパイカル飲んだんで。適当になるのやめれ。自販機がすでにあの花です。おお、当時メンマ大好きでした。決して他の人の名前が言えないからとかそういうわけじゃなくて、メンマに毎回泣かされてました。そういうことに気を使ったことありますか。ないです。なら余計なこと言わなくていいですよ。あー、なるほど。そんな感じで秩父市内の聖地をブラブラ。ここ上林寺もおなじみスポットですね。ポッポと雪やつの絵馬は見当たらないですね。ポッポはわかりませんが、メンマの絵馬は2種類ありました。この意味がわかりますか。あまり考えたくない。こんな感じで秩父を歩き回ってました。そんな感じで秩父の自由空間で一泊です。自転車で走ったのは寄居までです。1日に2回も鉄道を使うなんてふざけてるわね。今日は旅を始めて50日目です。まずは昨日行けてなかった場所も含め、本格的にあの花聖地巡礼です。最初は羊山公園です。秩父が一望できる良い場所ですね。オープニングでポッポが座っていた柵ですが、みんなが真似したからか破損してますね。そうして西武秩父駅に併設されている秩父観光情報館にて、あの花とここ酒の聖地巡礼マップをもらいました。あの花での町おこしがすごいな。あの花のグッズは町の至る施設に展示されています。こちらは秩父地場産センター。こちらはホットスポット秩父館です。声優やアーティストのサインがありますよ。好きな人にはたまらんですな。これは最終回の手紙じゃないですか。あれは涙が止まらんかった。こんな感じでしばし町を歩いてました。サマポケもそうなんですが、こういう夏のノスタルジーを感じられる作品って大好物なんですよね。暑い夏に繰り広げられる、懐かしくも切ない、胸が締め付けられるような人夏の思い出感がクリティカルヒットするんです。わかります。なんか、あの頃に戻りたいって気持ちになりますよね。長平はバスターズじゃないですが、子供の頃は本当に何でもできるような気がしました。何でもできるような気がするけど、実際にできることは少ない。子供とやろうと思えば何でもできるけど、実際に行動は起こせない大人との対比が面白いですね。そんな懐かしさを追体験させてくれた、あの日見たアニメの名前を私は忘れないでしょう。何はともあれ、超平和バスターズ最高。そんな感じで昨日京都秩父を散策しました。電車で寄居駅へ戻り進んでいきましょう。寄居駅に着いたのが15時30分。これから50キロほど先の埼玉市を目指します。秩父市内は歩きだけじゃなくバスも使って散策してました。そういえば昨日はなかったポッポの絵馬がありましたね。でも雪やつはなかった。これはもうどちらかのメンマの絵馬が。それ以上いけない。それにしても本パートは山もなく楽ちんサイクリングでした。山の方は全て鉄道を使いましたからね。楽なのは当たり前なんだよな。こらそこうるさいぞ。次回は千葉県がメインです。房総半島をぐるっとサイクリングしていきます。次回も大きな山はなさそうですね。今日はスーパー銭湯で一泊です。県庁所在地を4カ所も通るパートって今後なさそうですね。おお、中おしゃれですね。早速風呂入りに行くぜ。